ダビド・ミケル・メンデス・ダ・シルバ・ゴンサルベスは、オランダ・ロッテルダム出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。ポジションは MF 及び DF。カーボベルデにルーツを持つ。1999年に、地元のスパルタ・ロッテルダムでキャリアを開始してからほど、なくして地位を確立していくと、新たなフランク・ライカールトと賞賛を得るようになった。そんなメンデスに対し、 2001から02、シーズン開始前に入荷するユナイテッド FC とアヤックスアムステルダムから獲得オファーが届くも残留を決意した。最終的に、翌シーズン途中に期限付き遺跡でアヤックスと契約するも、怪我の影響からロナルド・クーマン監督の信頼を勝ち取ることができず、出場数0でスパルタへの復帰が決定。2004年夏に、 ナック・ブレダと4年契約を締結した。ナックで2期在籍後、2006年6月15日に、同僚のユリアン・インネルと共にルイ・ファン・ハール監督、率いるエジー・アルクマールと5年契約を締結。2008から09シーズンに28期ぶりのリーグ優勝に貢献したことで、UEFA チャンピオンズリーグ2009から10、出場権を獲得。同大会では、 2009年10月20日のアーセナル FC 戦で試合終了間際に得点を挙げ貴重な勝ち点を得るもグループリーグ再開に終わった2010年7月9日に同胞のフーブステフェンス監督からの誘いに乗りレッドブルザルツブルクと3年契約を締結加入してすぐさま地位を確立したかに思われたが慢性的な地骨炎症や足首の負傷その後も 定期的な負傷により、出場機会は限られたものとなり、2013年2月14日に、双方合意で契約解除となった。2013年7月4日に、パナシナイコス FC と3年契約を締結。2015年10月30日、現役を引退するとともに、同クラブのアシスタントコーチに就任することが発表された。2016から17シーズンより、 現役復帰し、古巣であるスパルタに帰還した。世代別代表としては2001フィファ、ワールドユース選手権に出場し、準々決勝のエジプト戦で敗退した。2006年11月15日のイングランド戦へ向けて、マルコ・ファンバステン監督の下で、A 代表に初招集されたが、同試合での出番は訪れなかった。二0七年二月七日のロシア戦で十三分に、 ナイジェル・デヨングド、交代で、初出場を飾った。その後、ベルト・ファン・マルバイク監督のもとで 2010FIFA ワールドカップへ向けた30人の候補に選出されたが、最終メンバー23人には入れなかった。2010FIFA ワールドカップデビット・メンデス・ DA、シルバ・フィーファ・ドット・ハット・ ABC、フォーマー・トゥーン・ターゲット・グリス、エージャックス・ムーブ、エージャックス・ノット・キーピング、 メンデス・ダ・シルバ、ナック・ランド・フォーマー・アップルにエターゲット、AG シール・ディール・フォー・ナック・デュオ、AG、ドタンバの得点で、ドローに持ち込むメンデス・ダ・シルバがザルツブルグに加入、ザルツブルク・ケヘン・ライゼク・ザ・アオス、コントラクト・ウィズ、デビッドメンデス・ターミネーテッド・バイ・ミューチュアル・コンセント、オフィシャル、パナシー・ナイコス、サインダッチ・インターナショナル・メンデス・ダ・シルバ、メンデス・ダ・シルバ・ストップット・メット・ボット・ボーラン、 A.D.N.L.2017 年5月10日へずらん。メンデス・ダ・シルバ・ナニット・バンロント・レ・ベイ・スパルタ。A.D.N.L.2017 年5月10日へずらん。オランダ代表、ウィニステル・ローイラクセン。ありがとうございます。